武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。今回は自治医科大学医学部の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、まず時間が理科2科目で80分で、大問数は、大問という大問は出ないんですが、小問で25問、出題されており、すべてマークシート、となっております。まあ、理科2科目で全部で50問解いて80分なので、時間は非常に厳しい、形式となって、おりますが、一個一個の問題は見た瞬間やり方が分かるような、基礎的な問題、標準的な問題が多いです。ただ科学の場合は、図の読み取り、グラフの読み取りが結構、出ていたりとか、あとはそのちょっと変わった問題としては、高分子化合物が現実でどういう用途で使われているかって問題が、2018年の中で出ていたこともあったので、知識、も計算もどっちもしっかり必要、ですね。で、計算問題に関しても解き方がわからないようなひねられた難しい問題は出ないで、割と基礎的な問題なんですが、ちょっと計算がややこしかったりとか、結構ちゃんと手を動かさないと解けない問題が、しっかり出てきてはいるので、スピード勝負、とはいえども、そのちゃんと正解する実力はいるよっていう問題ですね。で、基本的な対策としては、余裕があれば武田のルートでいうマーチレベルぐらい仕上げておきたいんですが、それ以上に日大レベルまでのスピードと完成度の方が非常に重要。そしてここの入試の過去問のやり込みを徹底的にやった方がいいかなという形ですね。で、この入試問題だと、その解けそうなんだけど時間がかかってしまう問題だったり、解けない問題だったりに時間を使わないことがまず重要ですね。解けそうだけどって問題だったら、その早めに解ける問題からやって、後回しにして後で解けるもん、時間が余ったらそっちに回していくみたいな、そういう取捨選択をやっていくっていうことも含めて、その本番の挑み方、ですね、問題の解き方、解く順番、捨て方、そういうところを、加味してですね、本番でマックス一番高い点数が取れるように、仕上げていくことを考えて学習を進めていってください。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。